こんにちは渡辺美塚です 動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。本日は2023年2月11日、昼間です。はい。あの、さっきも動画出したばっかりなんですけども、なんか、あの、こちらのコインポストさんの記事にね、あの、書いてあったことを、まあ、これをね、読んでくださればもう解決なんですけれども、あの、その前の動画と、その、え、前の前の動画ですね。はい。に、えっ、ー、と、まあ、米国でもしかしたら、ステーキングが禁止されるかもしれない。そういう可能性について、え、議論した、コインベースの CEO のお話と、 とあとあの、チャールズさんがね、それに対してあの思うことを述べ。 のそのことを挙げた、まあ、メディアの記事をこちらから翻訳して配信させていただきました。で、早くもですね、まあ私はでもそれでもね、あ、それで、まあそのせいもあってですね、まあそれだけじゃないんでしょうけど、そのせいもあって、あの、こんなふうに暗号資産が下がってるって言っても、私の中では全くこんなのはね、不安でもなんでもないっていうか、それを言うならその前のあの、去年のテラルナだのね、FTX とか、そっちの方がよっぽど影響が大きかったと思うんですけども、なので、まあこのくらいのことじゃね、全然不安にはならなかったんですけど、どうやら会 ではなんか不安になっている人もいるらしいという、ね、ことも耳に入ってきたので、まあ、いち早くこの YouTube からも、こちらの記事を、ね、まず日本語なので、ね、あの読んでいただければ分かるかなと思って、あのこんな記事が出ましたよということをご紹介していきたいと思います。でまず、のこの、えー、とタイトルを見ただけで分かると思うんですけども、米 SEC 委員長は、我々ステーキングなどの技術には中立って言ってるんですね、つまりその技術使っちゃいけませんよっては言ってないんです。そしてねなんて まままししててですすねあそうういいいいこととを伝えきたいと思いますで米証券取引委員会 SEC のゲリー・ゲンスラー委員長は10日、CNBC のスクワークボックスに出演し暗号資産取引所クラーケンのステーキングサービスを証券法違反と見なしたことについて説明をしたということですね、そしてあの、まあ、クラーケンの問題というのは一般投資家にリスクなどの情報開示を行うという証券法のルールに従っていなかった、まあ、これが引っかかったのであのまあ、今、停止になってしまっているということなんですね。はい はい、そして、えーとえー、とあでクラーケンのステーキングサービス証券法違反と見なしたことを受け、ビットコインなどの暗号通貨、まあえー、仮想通貨の価格が下落したと指摘、その後、後で金利を提供するコインベースなどのサービスとクラーケンのステーキングサービスの何,何が違うのかと、コインベースだって、まあ、やそういうサービスしているのになぜあのクラーケンのステーキングサービスの何,何が違って、どうしてこういう結果になったのかということを。 あの、質問したわけですね。で、それの質問に対して、ゲンスラ氏は、サービスの呼び方ではなく、根底にある経済的側面が問題であると。まあ、さっき言ったように、あの、技術的なことに対しては中立だと言ってるので、ステーキングのその技術を使うことに反対しているわけではないと。そして、あの、サービスの呼び方ではないって言ってますけど、あの、チャールズさんもですね、この、ま、同じ呼び方、同じステーキングっていう呼び方をしているからといって、全部を一色たにしてほしくないと、チャールズさんが言っていましたが、その辺はね、あの、ちゃんと、まあ、あの、こちらの発言 からもあその通りにななってるなという感じがしたので、まあ、そこもま安心、ね、私はあのこれ読んで少し安心しましたけれども、てかそもそも心配して,してなかったんですがね、えー、そして、レンディングや金利などの、あ金利じゃないや年利などの表現の違いは重要ではないとし、ね、表現の違いは重要ではないとし、経済的な側面やリスクについて以下のように説明した。誰かがトークンをプラットフォームに送り、ですねもうこの時点から体のやり方と全然違いますよね、えー、誰かがトークンをプラットフォームに送り、体のでは送りません、えー。そのプラットフォームが 彼らのトトーークンののの管管理理をを行ううなでで別の、まあ、プラットフォームに預ける形で管理ををしてもらうということですでその時に、もしプラットフォームが破産したらどうなるのかという、まあそのまあ、あくまでも下でもにも書いてあるんですけどね、あ,のあくまでも消費,そういう消費者保護の観点から言ってるみたいなんですね。で仮想通貨には、秘密鍵を持っていないならコインの所有権はないという言葉がある。これ大事ですね。であのカルダノのウォレットから、えー、っと、なんだっけ。 えーあ、あの、コミュニティのね、コミュニティのプールに委任しているだけだったら、コインの所有権はあくまでもあなたです。な,なぜならいつでもコインが動かせるので、あなたが、で、で秘密鍵も誰かに管理させているわけじゃないですよね。自分で秘密鍵を持って、そのウォレットにあの自分のコインを入れておいて、そこから、あの、ステーキングを委任しているだけです。なので、あの、 なので、えー、まあ、仮想通貨には秘密鍵を持っていないようコインの所有権はないという言葉がある。プラットフォームが破産したら、トークンを預けていたい人々は、破産裁判所になえー、破産裁判所に並ぶことになるだろうということでプラ、その別のプラットフォームに預けて、預けた先のプラットフォームが破産したらどうなるのかというところが、まあ、あの、問題になっているというわけなんですね。で、ゲンスラ氏はその言葉に、この言葉に続けて、他のプラットフォームも、証券法に準じるべきだと主張。一方で、SEC は投資家保護に 特化ししてているるだけでで技術に対しては中立であると述べたということなんで、まあ、カルダノのやってることは、だからね、あの今のところ、この人たちの言ってることに触れてないんじゃないかと思えるわけなんですね。で、投資家は自分の好きなようにリスクを取ることができ、ほらね、<laughs> はい、投資家は自分の好きなようにリスクを取ることができるし、なので私たちはね、あのまあ好きなようにやってますよ、リスクがあるっていうのが分かってて。で、クラーケンらも、ステーキングなどの、えー、と投資契約のサービスを提供したい場合は、ウェブサイトのフォームから登録を行えばよいと説明しま しているということで、まあ、クラーケンもまたあのやりたいのであればちゃんと,あの、ねえー、とこのサービスを提供したいんだったらフォームからまたあの登録し直せばいいじゃないかということだと思うんですね。SEC への登録は可能だったのか、このようにゲンスラ氏はウェブサイトのフォームから登録を行えばよいと述べ、クラーケンらの企業は登録方法は知っていたと主張、とあのクラーケンは登録方法を知っていたと と主張って言ってるんですね。で、申請を行い SEC のメンバーと話し合いをして、えー、情報開示のレビューチームとコミュニケーションを取ることは可能だったと述べている。まあ、それをなんかしなかった。 だだからあの停止されたたとと言いたいんん思うんですが一方で仮想通貨擁護派として知られる、この方もね、SEC のヘスタ,えヘスタ,ヘスター・ピアース氏ですね、ピアース氏は、この方は仮想通貨擁護派で、まあ、同じ SEC の方です。クラーケンは SEC に事前に登録することは可能だったのかという点を問題し、 可能だったのかという点を問題し、ステーキングサービスについて銘柄ごとに登録しなくてはいけないのか、いや、どんな情報開示を行わなくてはいけないかなど、複雑な疑問が多く存在していると指摘した。ピアス氏はクラーケンへの対応に反対であると主張。ね、あの、同じ SEC でもクラーケンの対応には反対だというふうに主張する方もいらっしゃるということですね。このコメントは SEC の公式ウェブサイトで発表している。海外メディアによれば、ピアス氏は10日、ペンシルバニア大学のカンファレンスに登壇。そこでもステーキング について我々 SEC は業界のメンバーと事前に話し合いを試みようとしなかったと述べ、執行によって規制を続ける SEC の対応を批判した、だから今回のクラーケンへの対応を、ね、このピアス氏は批判をしているわけなんですね。ということで、まあ、あの今回論点になっているのはその預けた先の、まあ、まずプラットフォーム別のに 別のプラットフォームに自分のコインを送ってですね、そこでステーキングをし,してもらうと。つまりその別のプラットフォーム上にあるものを、そのプラットフォームが破産したらどうなるのかというふうなことが鍵になっているということで、まあ私たちが自分のウォレットにトークンを入れて自分で管理して、あのステーキングしている分には、ここには何度ね、引っかかることなどないじゃないのと。で、あの、その、まあクラーケンならクラーケンのプラットフォームで、あの、えっと、 もう一度あれをしたい、あの、ステーキングサービスを提供したいっていうんだったら、またフォームから申請すればいいじゃないのと言っているわけなんですね。というふうな形で、まあ今のところはだから体が普通にあのステーキング、ウォレットからね、ステーキングしてる分にはと何も不安になることはないだろうと思います。でなんかね、不安になっている方がいらっしゃるっていうことは耳に。 入ってきたので、まあ、もしそういう方がいれば、この記事をね、しっかり読んでいただければ、まあ、不安が多少は解消されると思います。そして今回、あの、じゃあ、なんでね、暗号資産が下がったのでも私の中では全然下がったうちにも入らない。<laughs> 入らないんです。このくらいは。だって30円、31円とかなったときあったんですよ、体の全然こんなものはね、あの心配するうちに入らないです。じゃあなな、なぜ若干下がったのかって言ったら、やっぱり噂ですよね。あの、もしかしたらアメリカでステーキングが禁止になるかもしれないという噂は確かに出ていたんです。でそのことに関 コインベースの CEO だったりチャールズさんが意見を言ったと、で,でもそれはそれまでの話であの意見を言っただけであって、じゃあ、あの現実に、ね、そういうことが起こるかどうかっていうのは噂の息を出ないってメディアの記事にもはっきり書いてありました、噂の息を出ないと。でその噂で、ね、やっっぱり売ちゃう人もいる というわけで何にもその何て言うんでしょうか、あの厳然たる事実は変わらないというか、まだ禁止にもな,にもなってないし、それどころか、SEC の中でも意見が割れてるし、あのましてや、あのそのゲンスラ委員長その,あのそのものがです、ね、あの我々はステーキングなどの技術には中立であると、ただあの、あくまでも、まあ、建前だけかもしれないけど、あの消費者保護という観点から、はいあの、このプラットフォームが破産したらどうなるのかとかね、まあ、そういったところで、あのだからきちんと。 したあの規定にのっとって、えー、SEC に登録をしてあの、話し合いをして決めてくださいよということを、あのその、えーと、なんていうの、ちゃんと手続きを踏んでや、やるならやってくださいよというところだと思うんですね。ということで、いかがでしたでしょうか。えー、それでは、あのまあ、ひとまず、だからそんなに不安になることはないということをお伝えしたく、この記事の内容についてお伝えいたしました。えー、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。